戻って入んなよ。麹屋さんね、うん、あの必ず緊張ルとか、ハエカカカのエース、うん、腰からぶら下げて、うん、あの施工やった後はね、いいですか、これ気を見ててよ、よーく、うん、これやろう。横から見てると飛ぶ泡の気泡が、うん、飛ぶ泡の気泡が上に上がってくる気泡が潰れるん、うん、ね、なんで、だからこのエアゾールの粒で粒で気を消してるん、横から見といて、ああ消えてるの分かるよ、上から見といてもね、今上に上がってきた気泡、そっちのそっちのケツの方ほとんど消えちゃったでしょ、うん、消えた。シャッター閉めようか、風が邪魔だな、いいっすか、横から見ててね、ちょっと臭いけどやりますよ、はい、あとこれもう一個確かに、うん、これなんでなの、これ溶剤がさ、少し含まれてるんですよ、それとこの溶剤が泡に当たった瞬間に、うん、なんていうの、泡消しになるんです、これ普通塗ってる面でも大丈夫なの、そういうこと、だから FRP、 綺麗な FRP 作ろうと思ったら、うん、やりながら FRP 巻いて、これ緊張力がいいの、緊張力が一番泡のなんていうの、消しの粒子の量、うん、つったら一番やっぱ正確、どう、泡、うん、消えたね、見た目で分かんない、うん、で緊張力の場合はいくらある程度の量をかけても、うん、硬化層が起こすことはない、ほとんどこの角が入んねんな、うん、流し込んでみ、角からな、はい、よいしょ、いつか。そんで、エアゾール行って。よーく見ててよ。すごいでしょ、真ん中に消え方が。消えてる。だから、気温が上がってきたら、上がってきた瞬間かけてやればいいと思う、ね。なんか代用意してよ、テストピース作れるようにして。はい。どのくらい量あるんだと、あと、もうちょっとですね、20くらいですかね、そうだったらそれ塗ってみればいいじゃん、現場行って固まんねえ、これもう、あったまってって、あー、じゃあやばいぐらいだからちょうど粘度が高くなってるでしょ、紙コップの裏にビニール引いてその丸い板作れ、はい、そんなにあったら朝方